この辺の試合がね、まあ、自責1なのに負けてるってこの辺がねやっぱもったいないというか、今の成績になってるんですよね。はい、まあ、ただ内容自体は川崎さん決して悲観するものではないですね。いや内容自体はいいと思うんですよね。はい、ただ、まあ、そのねそんなに点も取られてないので負けてるっていうのが、まあ、本人も気になってるところじゃないかなとは思うんですよね。はい、なんか全く力んでないですね。あ、そうですか。はい、そしてこの、まあ、投球間少し早めに投げてきます。最後は落としました。空振り三振です。さあ脇屋に対してフルカウントになりました。まっすぐできた。空振り三振です。高めの球空振り三振。これで則本は立ち上がり3者連続三振。中村に対してワンボールツーストライク、変化球振らせましたというカウントになりました則本です。これもボールになる変化球を振らせました。さあ浅村に対してフルカウントが続いて、最後はまっすぐできました。見逃し三振。どちらに構えるか、低め要求か、内に寄った高めまっすぐ空振り三振。9月に入ってまた打撃の状態が上がってきたこのメヒア、はい、最後は空振り、しかしここは空振り三振です。これはアウトコースいっぱいのところに決まりました。最後は変化球少し浮きましたけども空振り。そして力強くガッツポーズを見せました。7回ピンチをしのいだ則本。さあこの後はイーグルスのラッキーセブンです。